今回は私が車の車検を出した時、車のディーラーさんとの会話です。ディーラーさんからコロナで婚活する人が少なくて大変でしょうと話がありました。私は次のように答えました。確かに婚活する人が少なくなっているかもしれません。でも婚活はできますよ。今年4月婚約した私の男性会員は車で彼女を迎えに行き、東京の西多摩でデートをしたり、自宅で映画鑑賞をしていました。今年3月プロポーズを受けて、7月に結婚式を挙げた女性会員は日帰りのドライブデートで箱根や山梨に行っていました。ディーラーさんが言うように、今は婚活ができないと思う人が多数です。しかしコロナでも婚活はできます。コロナでも婚活をして、あなたは新しい人生を歩み始めましょう。